どうも皆さんこんにちは。1992年生まれの人生の記録です。今日はですね、キャノンから EOS R50 と呼ばれているエントリー向けのカメラが発売されましたので、そのカメラについて話していきたいと思います。おそらくこの動画を見ている方は EOS R50 を購入しようか迷われていたりだとか、場合によってはもうすでに買っている方もいるかもしれません。そういった方にとってもしかしたらね、いい気持ちにならないような動画になってしまうかもしれないのですが、あくまでこれは一つの意見なので、こうエンタメとして見ていただけると嬉しいです。それではですね、簡単に EOS R50 について話していきたいと思いますが、まず結論からですね、初心者におすすめできませんこのカメラ。ちょっと補足しますと、写真機としては優秀なんですが、動画機としてはいまいちなカメラになっていると思います。でなぜこのような、結論に至っているのか、お伝えするためには、このカメラの、特徴を知っていただく必要があります。このカメラの、スペックについてまず触れていきますと、2420万画素の APS-C センサーを搭載したミラーレスカメラになります。最高 ISO 感度が 51,200、 連続撮影速度は秒間15コマ、そして 8bit 4K30 フレームの映像を撮影することができて、バリアングルのモニター、手ブレ補正はボディ内手ブレ補正非搭載なんですが、電子手ブレ補正を利用することができます。バッテリーと SD を含む本体の重さは 375g で、価格はですね、ほとんど、ぴったり10万円と言っていいんじゃないんでしょうか。このね、スペックを、徐々にね、上から、考えていきますと、まずね、画素数素晴らしい、このね、2420万画素はすごくいい画素だなと思います。で、APS-C センサーなのでね、スマホのカメラよりかは、暗所に強かったりすると思いますし、ボケ感もね、それなりに出るものなので、ここもね、無難でいいんじゃないかなと思います。でやっぱり特徴的な部分、特に写真を撮られる方にとっては、連続撮影速度15コマっていうのはたくさんね、動きの速い被写体を撮影するときには優秀なスペックとなりますので、すごくいいところかなとは思います。で、ISO 感度はそれなりに耐性がありまし、夜間にね、耐性がありまして、8bit 4K30 フレームの撮影できる映像の画質も、別にこれでいいんじゃないかなって僕も思います。で、バリアングルのモニターを搭載してるのもすごく良くて、自撮りも撮影できるっていう、僕が今ね、自撮り撮影してるみたいな状況ができるっていうことですね。で、かつ、手ブレ補正。ここがね、やっぱりすごく肝になるところなんですが、ボディ内手ブレ補正って言って、カメラ側にね、手ブレ補正をする機構っていうのが入ってなくて、こうデジタルでね、電子的に手ブレ補正をすることしかできないんですね。でこの電子手ブレ補正、一つね、ネックの部分がありまして、おそらくちょっとキャノンの、ウェブサイトにはどれぐらいね、変わるかっていう話は出てなかったんですけど、クロップって言って画角がね、クロップされちゃうんですよ。またこんぐらい、こういう風に画角がこう狭くなっちゃうんですよ、電子手ブレ補正っていうのを使用すると。なのでこうちょっとね、画角が狭くなっちゃうと、もちろん撮影するね、品質というか、状況っていうのもちょっと難しくなったりするので、そこは後ほどね、お話詳しくしていきたいと思います。ただですね、やっぱりカメラが非常に軽いんですよ。これ 375g、 これはめちゃくちゃ軽くて、初心者の人でもね、持ち歩きしやすいんで、すごくいいところかなと思います。でかつやっぱり初心者の人、カメラ欲しいんですよね。予算どれぐらいですか？10万です。これみんな言います。このカメラは本体のボディノイで10万円ぐらい、そして、キットレンズって呼ばれている、セットのレンズに関して組み合わせても多分11万とか12万とかになるんじゃないかなと思うので、やっぱりね、こう初心者の人が、誘われやすい値段になるかなと思います。ちょっとね、言い方にちょっと悪いかもしれないですけど。で、特徴的なね、機能というか、僕がですね、このカメラのスペックとか、こうね、いろんなプロモーションビデオとかを見て、この機能すごく面白いなって思ったのが、手ブレ補正動画モードっていうのがあって、さっきのね、手ブレ補正は電子手ブレ補正になって、画角がクロップされますよっていうところ。ここもね、ないよりかは絶対いいと思います。あることはすごくいいことだと思いますし、あとはね、レビュー用動画モード。ちょっとね、今例えでやってみますが、例えばね、こういう僕が今ね、カメラに向かって喋ってるんですけど、何かこうね、商品を画面に合わせた時にピントがしっかり合ってくれるんですよね。で、これが、
例えばこうやって焼くとやっていくと僕の方に今ピントが合ってしまってるんですよね。この商品、この手に持っている商品を紹介したいけど、まあ、僕の顔の方に瞳オートフォーカスが合ってしまっていて、このね商品を説明するときにピントがこっちに合ってくれないっていうのがあるんですけど、それをこう商品を認識してこっちのね商品側にピントを合わせてくれるっていう、まあ、機能になります。そして、自動水平補正モード、まあ、ちょっとね、カメラが傾いちゃったりして水平を維持できていない撮影環境においてやっぱりそれを自動で水平に保ってくれるっていう機能になります。そしてフォーカスブリージング補正っていうものがあります。急にですね、こうやってこう何かね手を例えば見せると、まあ、このね僕が使っているレンズはそんなにこのフォーカスブリージングっていうのがないんですけど、若干こう何かね目の前にピントが変わった時に画角が変わったりする時があるんですよね、まあ、それを補正してくれるような機能になります。まあ、人によってはこれが酔っちゃうっていう人がいるのでそれをねカバーしてくれるような機能になります。で、今これ全部紹介した機能は動画の撮影する時について使用される機能になります。手ブレ補正動画モード、レビュー用動画モード、自動水平補正モード、フォーカスブリージング補正で、この4つの全ての特徴的な動画撮影の機能全て画角がクロップされます。まあ例えばこれがですね、画角が全てクロップされるので、ちょっと今簡単にね、イメージでやっています。まず、手ブレ補正のモードですね。で 1.5 倍ぐらい多分クロップされますね。でそこから、自動水平補正モードですね。まあ、多分ね、あ、ごめん、これ紹介した中で、レビュー用動画モードはおそらくクロップされないですね。で、フォーカスブリージング補正でまたちょっとクロップされるってなると、まあ、めちゃくちゃクロップされますよね。画角が。さっきよりも全然狭くなっちゃったんじゃないかなと思います。なので、こう、やっぱりね、画角が狭いことでデメリットっていうのがあって、やっぱり広く映すことができないし、まあ、室内の中で動画撮影をするってなった時にも、まあ、手ブレ補正モードは使わないと思うんですけど、やっぱりねある程度こう画角が広いレンズを使っていないとやっぱりね狭い映像っていう風になってしまうので、ここすごくデメリットを兼ね備えた機能だっていうことが伝わったと思います。で、今カメラ使ってる人だと、まあ、なんとなく気づいた方もいるんじゃないかなと思いますけど、だったら、画角の広いレンズを買えばいいじゃんって思うと思うんですよね。で、僕が使っているレンズも結構画角が広い 20mm っていうね、レンズになるんですけど、まあすごくねこう、まあ、意外とここって近いんですよ。近いんですけど結構広く映ってるように感じると思います。はい、じゃあ、画角の広いレンズ買いたいですよね。でもないんですよ、このですね、RFS レンズって呼ばれているこの APS-C カメラの、EOS R50 の専用のレンズっていうのがまずズームレンズしかありません。で、しかもそのズームレンズ、まあ、画角の変わるレンズですねの中でも一番、焦点距離の短いもので、18-150mm っていうものになるんですけど、まあ、ちょっとこれ初心者の方ややこしいと思うんですけど、 APS-C っていうのは、この18-150mm だとしても実際の画角っていうのはフルサイズ換算で 1.5 倍の画角になるんですね。なのでこの 18-150mm っていうのは最初の始まりが18ではなくて、27になります。なんで僕がね今 20mm、まあ、20mm でちょっとやってみます。 20mm こんぐらい広いです。 20mm なんですけど、これが、27mm になるとこんぐらいになります。うん、結構ねちょっとクッて縮まったんじゃないかなと思います。まあ、これが少なくとも、最低、まあ、少なくとも広いギリギリの画角になりますよっていうことですね。で、レンズのバリエーションが少ないっていう風に今お話ししたんですけど、素晴らしいねやっぱり新機能をこの EOS R50 っていうのは持っているんですけど、活かすことができないんですよ。まあ、なぜならやっぱり画角が狭い、純正レンズばかりで、やっぱりねまあ、レンズ自体のスペックがそんなに高くないので、まあ、暗い場所、暗所に弱くて、まあ、綺麗なね背景のボケ感っていうのが得ることができないものばっかりになっています。ただ言葉だけで言うとちょっとわからないと思うので、ちょっとしたこう例えをね言っていきたいと思うんですけど、まあ、あくまでこれ動画の話です。写真機としてはこのカメラ素晴らしいカメラなんですよ。
で例えばね、今最近ねよく撮ってる人が多いですけど、まあ、Vlog の撮影をしたいってなった時に、まあ、僕もね Vlog 撮ったりするんですけど、まあ、やっぱりさ旅行の雰囲気とかさ、まあ、そこちょっとどっか出かけた時の雰囲気、周りのね背景の雰囲気って伝えたいじゃないですか。その人間ばっかりずっと写してる人ってちょっとまあなんかよくわかんないじゃん、まあ、めちゃくちゃ可愛い人とかねめちゃくちゃかっこいい人だったらまた別の話かもしれないんですけど、まあ、みんながそういうわけじゃないと思うんで、まあまあその旅行の雰囲気とかってやっぱり伝えたいし記録を取りたいじゃないですか。でやっぱりね、まあ初心者がさ、三脚に固定してまあ撮影することって正直そんなにないと思いますし、場所によってはできなかったりすると思うんですよね。なのでできれば手持ちで撮影したいっていうのが、まあ、僕も含めて、まあ、本心だったりするんですよ。でもそうすると、まあ、どうしても、まあ、手ぶれ補正、手ぶれがねしちゃうんですよ。手持ってると人間でね歩いたりすればもちろん揺れますし、まあ歩かなくてもちょっと揺れてたりするわけなんですよ。ってなってくるとやっぱりこの例えば EOS R50 をじゃあ使ってたとして、まあ電子手ブレ補正を使うわけじゃないですか。使えますよね、そうなったら。でそうするとまあクロップめちゃくちゃされるんですよ。画角がめちゃくちゃ狭くなる、めちゃくちゃ画角が狭くなるっていうと、まあ背景がやっぱり映らなくなりますよね。でそうすると周りのものが映らないとなって距離を置くわけですよ。その何か撮りたいものとまた背景を映したいってなってくると、そのものに対してすごく距離を置かなきゃいけない。例えばこの状態だとさ、もうこのなんつうのかな、まあキャップにしかさ見えないわけじゃん、ほとんど。で背景がさ全然よくわからないでしょ、近すぎて。ってなってくると被写体との距離を置かなきゃいけなくなってくるよね。うん、なのでそうなってくるとさ、じゃあこことここの、まあ今これは家の中だからいいけどさ、外に行ってさこことの距離を取りたいってなった時に、めちゃくちゃ離れなきゃいけないんだよね。だから結局この動画の手ブレ補正とかっていうと、どん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 こう画角が狭くなってるっていうことは、場合によってはね、例えば人を撮るってなった時にその人から3メートルとか4メートルとか、まあ、場合によっては5メートルぐらい離れなきゃいけないっていうシチュエーションもあるかもしれないんですよ。ってなってくるとさ、まあまあ田舎とかで、まあ、距離がすごい取りやすい場所だったらいいけど、まあ都心とかでめちゃくちゃたくさん人がいる中で3メートルも4メートルも5メートルもさ、その人遠いところから撮ってさ前を人が通るみたいなことがあってさ、これ誰が使うんっていうふうに僕は思うと思うんですよ。で初心者に関してはさ、そんなさ初めてあんまりそんな撮り慣れてない人がさ3メートルも4メートルも5メートルも離れてさ動画撮影するかっていうとめちゃくちゃハードルが高いと思うんですよね。まあ、なので、まあ、結論に戻るんですけど、やっぱり初心者には、僕はお勧めできないと思います。でやっぱり写真機としては優秀なんですけど、動画機としては今話した通りちょっといまいちなんじゃないかなっていうところに僕はね、まあ、ちょっと結論に至ったっていう形になります。まあね、じゃあどのカメラ買えばいいのってこの動画を見て、まあ、思う人も中にはいると思うんですけど、まあ、それに関してはこの動画で話すのではなくて、僕がね他の動画で、そういったこうおすすめのね初心者に対しての、カメラを話している動画があるので、ぜひねそちらをね参考にしていただけると嬉しいです。ということで、この動画が参考になりましたら、高評価そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。こんな感じで僕はですねカメラについて話すこともありますし、自分のね人生の記録のために、旅行に行った時の動画を残してたりしますので、ぜひとも興味ある方はこれからもよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。